じゃあ本日の練習はここまでとしよう。お疲れ様でした。演技もアクションもいつも以上に難しかったし、頭も使ったからな。そのせいかだいぶ空腹に。今の腹の音は誰だ？え、司くんじゃないの？私も流れ的に司だと思った。そんなわけあるか！確かに腹は減ったが。すまない。朝日さんなのか？この異常に主張の激しい腹の音が。ちょっとだけお腹が減りやすくて。そうだ、よかったらこの後みんなで夕飯を食べないか？同じ亀の飯を食うですね。亀のご飯は食べたくないかな。まあそういうこと。誘ったのは俺だし、俺がおごるよ。交流がてら飯に行こうって言ってもファミレス程度だけどな。そうだな、こういった交流からステージではつかめないものをつかめるかもしれん。そうしたら一度親に連絡を入れようと思います。そう来なくちゃ。本当に行くの？ちょっと緊張するっていうか。せっかくの機会だ。普段どんな練習をしているのかも聞けるしな。それもそっか。こういう交流って大事だしね。私も行く行く！いっぱい食べよう！ルイ君はどうだい？行けそうかな？はい、行かせてもらおうと思います。